バルキリエンはデンマーク海軍が建造した防護巡洋艦である。本艦の設計をもとにしてヘクラ級が建造された。本艦はデンマーク海軍が自国の沿岸警備のために作り上げた防護巡洋艦である。本艦の基本構造は同時期のイギリス海軍の輸出型巡洋艦であるエルジッククルーザーの様式と告示している。同時期の艦として 世界初の防護巡洋艦、エスメラルダや日本海軍の、何ワ型、オーストリア・ハンガリー帝国海軍、カイザー、フランツ・ヨーゼフ一世級などが挙げられる。本艦は、平ら艦型船体上に2本のマストと1本円突を持つ防護巡洋艦としてデンマークは、コペンハーゲン海軍造船所で建造された。監視水面下に突き立った昇格を持つ。主艦パン部に、 最大圧6 4ト、mm、ルの走行が貼られた。監視看板上にから主砲塔として走行カバーのついた路砲塔に収められた2 1トル単装砲が一機頂上部に見張り所を持つ短脚式の前帆柱の後ろに左右に船橋を持つ箱型の環境があり、その後部に一本煙突が立つ。煙突の後部は関西艇置き場となっており、 片言一組のボートダビットにより運用される。その背後に前、小柱と同じ様式の短脚式のミズン、そこから一段下がって、後ろ向きの二十一センチメートル炭素砲の順である。副砲の十五センチメートル炭素砲は、炭素砲がに棒立てをつけられ、原速甲板上に前、小柱とミズンと、船体中央部の三箇所に、半円形の砲角を設けて、片言三基ずつの、 計6機装備した。ありがとうございます。